シーズンファースト、市民第一主義の長野市役所にしなくてはいけない、小泉一馬を伝えます。新しいリーダーシップ、必要です。新しいリーダーシップと素晴らしい、若いリーダーシップのことであります、皆さん。よくお考えいただきたいと、小泉一馬からのお願いです。さて、その、市民第一主義って何なんだってたまに聞かれるんですけれども、市民に尽くす、奉仕する市役所にしていくということであります。小泉一馬は皆様にお尋ねします。郵便局変わったと思いませんか？民営として窓口の対応、サービスガラッと変わったと思いませんか？あれは中の職員が入れ替わったんじゃないんですか？職員の気持ちや意識改革が成功したんです。同じことが長野市役所でも必要だと小泉さんは訴えます。という言葉、今これが盛んに論じられる世の中になってきました。精神の品質を高めるためには経営の品質、つまり職場の文化、そして社員の意識、こういったものの品質を高める必要がまずあるという考え方、お役所にもそのまま当てはまります。お役所はサービス業の業界であります。職員の意識をきちんと市民に向けたものにする、そして行政品質を高めていく、これがまずきちんとした姿勢に立て直すための第一歩であると小泉さんは訴えます。ありがとうございます。市民ファースト、市民大主義、これが基本政策です。これがなければあらゆる素晴らしい政策、過剰の浪格、土台のない家になってしまうと小泉さんは訴えております。